はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、第3のビールですね。これアサヒのプライムリッチ、これ新しくなった、以前も飲んだことあるんですけど、それがまあ新しくなったということで飲んでみたいと思います。アルコール度数が 6% で、原材料が発泡酒かっこ麦芽と、ホップと大麦とコーンとスターチと、スピリッツかっこ大麦となっております。これ前飲んだ時普通にうまかったね、確かすげえうまかったと思う。さてさて、いや最近はもう春ですね。もうめちゃくちゃあったかい。今日なんてあれだね、20度ぐらいあったもん、昼間。それじゃあ、乾杯。いやー、でもあれだな、最近ほら、麦とホップの本熟が出たでしょ。で、俺あまりにうますぎて、あのレビューした次の日に、そこら辺の周辺のさ、店全部回ってさ、あるかねえかちょっと、いろいろ調べたんですよ。で、あれがもう季節、期間限定品だからかわかんないですけど、賞味期限が普通にまだ半年ぐらいあるのにもかかわらず、なぜか、もうなんか、いわゆる 10% 値引きみたいなので、まとめて10本ぐらい置いてあったんですよ。で、それをまず10本全部かき集めて買って、で、その後に、ま、いろいろ店舗回って、最終的に、ま、大体、相場的にはだいたい350巻で、税込みで108円がまあ多分一番安かったんですよ。でただし500ml の缶のやつが売ってなかったんですね。でビールとかって基本的に350よりも 500ml の方がコストパフォーマンスがいいんですよ。グラム単価的にね、考えると。それで結局、ネットショッピングで、ネットショッピングの都内の、格安っていう酒屋の、格安っていう、送料無料の、ね、あれに頼んで、500ml の、ワンケースで、購入いたしました。やっぱそれ飲んだ後だからが、全然あれだな。アルコール臭がやっぱ結構するね。はい、じゃーん。今日のつまみは、キャベツとタケノコの浅漬け。これ、ローソンストア100で買ったやつです。食べます。いただきまーす。まああったかいって言ってもまだね、朝は冷えますから。朝は7度ぐらいですからね。結構寒い。だからまだ、ちょっと毛布はね、毛布はちょっと、まだ必要っすね。
毛布し、毛布と掛け布団。あれしないで寝て、寝ると風邪ひきますか。うまっ。クリア朝日のプライムリッチ。あ、これクリア朝日なのか。あ、クリア朝日、あの、クリア朝日シリーズなんだね。まあ、あれだね。クリア朝日はわりかし、あの、まあ、風味はちょっと薄いんですけど、それでもまだ、うん、結構、まあ美味しい部類ではあります。まあただ、最近出たあの朝日の極上がね、とんでもなく美味しかったんで、まあ、そう考えると、ちょっと個人的には極上の方が、うん、美味しいかなと。うん。これあれですね。6% アルコール度数が6% あるんで、やっぱり結構、あの、アルコール臭がするっていうのはあります。うん。うん。結構強いですね。うん。だから、うまいことこのアルコール臭が、うん、なくなってれば、もっと美味しいんですけどね。まあ、わりかしコクも、うん。コクも割りかしあるし。こだわりの原料由来のリッチな味わいと香りが特徴の新ジャンルです。旨味成分の多い麦芽とファインアロマホップを採用し、よりリッチなコクと香りを実現しました。アルコール度数 6% の飲み応えとリッチな味わいをお楽しみいただけます。だって、関係ないですけど、最近あの、前言ったか、あの左の奥歯が、あの欠けたんですよ、いきなり。で、今日、あの近所の歯医者にあの予約の電話入れたんですよ。すごいですよ。あれ、歯医者ってコンビニよが多くて、腐るほどあるんですよ。それなのに、俺の近所の歯医者さん、結構店舗的にはかなりちっちゃい部類なんだけど、ちっちゃいからか何なのかわかんないですけど、あの、今予約がものすごい、あの、あって、あの、一週間後のね、一週間後になりますって言われて。マジで？と思って。逆にあの、
ほら、マンションとかアパートとか多い地域だから、子供とかね、やっぱいっぱいいるんすよ。本当に歯医者さんって多いんで、で、多いからこそ、だいたい、あれだよね。もう対応が悪かったりとか。そういう店舗はもう二度と行かねえっつって。まあそういうことですよね。だからわりかし、競争率が、まあ、半端ないと。でも、俺が通った、予約した、歯医者さんは、女医さんがすごい、まあ、美人でですね。以前、そこ行って、で、本当は親知らず2本抜いてもらおうっていうことになったんですけど、いや、抜くのはもったいないって言われて、すげえなと思いましたよ。だってぶっちゃけ。だってさ、普通歯医者だったらさ、金、まあ、もらえるわけじゃん。ね。だから、歯抜いて、金をもらうって、考えるじゃないですか。でもそれをしないで、いや、しない方がいいって。こんなに歯並びとか綺麗なんで、これもったいないって。こんな医者いないよ。こんな医者いないって。絶対。すげえと思ったもんね。それだからかやっぱりもう予約が半端ない。最初に行った時普通に予約なしで、行ったんすよ。ね。そしたらここ予約制なんですって言われて、で、その時に初めて俺知ったんですよね。歯医者って予約必要なんだって。俺がガキの頃、家の目の前が、家の道路挟んで、目の前の横に、まあ、斜めですね。家の斜めに、その道路を越えたところが、歯医者だったんですよ。んで、だいたい学校帰ってきてから、行ったりだとか、ね、歯医者とか行ったりしたんですよ。もうその時はもうな、全く予約もクソも、一切しない。そんまま行けるんです。俺、それが当たり前だと思ってたんですよ、普通に。ただそこの、歯医者がですね、とにかく麻酔を使うんですよ。で、麻酔を使うと、だいたい打ったら、3時間ぐらい、ね、麻痺するでしょ。
で、まあ、晩飯とか、ね、麻痺した状態で食ったりすると、なんかこう、こぼれたりね。感覚ないからね。で、うちのばあちゃんがその医者で、麻酔の量を少なくしてくれって言ったらしいですね。うん。でもね、その医者自体もあんまりいい医者じゃなかったんですよ、結局。詰め物が取れたりだとか、ね。まあ、いわゆるあれですよ。もう昔からある、ハイテクとかを、の、なんかない、ね。もう今もう歯医者すげえから、本当に。テクノロジーで。だから、田舎にないから、駅まで行って、まあ、最新の、歯医者に、うちの兄貴が通ってましたね。まあ、矯正とかさ。歯並びが悪かったんで、矯正みたいなのするんですよ。でもね、そのね、そこの、近所のその、歯医者は、本当に、とんでもないとこだったらしい。その駅前の、歯医者に行って、で、口の中見せてもらったら、なんか、その先生が、驚いたらしいですね。何これ？これどこでやってもらったの？って言われて、あ、近所のなんとか、いいんですって言ったら、ああ、あそこって。これは、相当、ひどい、まあ、詰め物とかなんかいろいろあるじゃん。ひどいですねって言われたらしい。そこの店、ちょっとそこの歯医者は行かない方がいいですって言われたらしいです。はあ。歯医者って、歯医者同士の、情報が多分、あれなんですよ。わりかしネットワーク化されてるんですよね。多分。だから、まあ、特に田舎だから、ね、都会と違って、ほら、歯医者自体そんなにないでしょ。だから、なんとかの歯医者って言っただけでも、ああ、あそこの歯医者ねって、もうわかるんですよ。ああ、あの先生ね、みたいな。だから、まあ、そこの、歯医者がひでえかったっていうことです。でも普通に俺ガキの頃、よく行ってましたからね。めんどくせえから。だって学校帰りにもう徒歩30秒で着くから。銀歯とかね、詰め物とかね。で、キャラメル、食べてて、抜けたとかね。今回も、今、歯が欠けて、冷たいもんとか飲むと、歯がキーンとするんですよね。で、まあ、毎日歯磨き2回、朝と夜、寝る前に、まあ、歯磨きはしてますけども。多分歯周病ですね。歯茎が、上に、こう、歯が、こう、歯の根元がこう、だんだんとこう上がってくるみたいな。それでですね、今日、アマゾンで、実は、買った歯ブラシ、歯磨き粉があるんです。
それがこちら、じゃじゃじゃーん。こちらですね、超有名、歯医者さんなら誰でも知ってるレベルの、超有名な、歯磨き粉です。こっちがですね、こっちが1000円。で、こっちもだいたい1000円。合計で2000円ぐらいなんです。で、こっちは何かっていうと、これはアマゾンで売れ筋が、ナンバーワンかなんかの、ね、評価が相当高い。これが歯磨き粉なんですよ。まあ、ジェルタイプの歯磨き粉。で、こっちがですね、まあ、いわゆる、リステリンっていうような、線香を、口くちゅくちゅ揉んだみみたいな、ああいう感じのやつ。これがですね、まあ、100cc。こっちが、90g。で、こっちはですね、これで歯を磨いた後に、水が約 25cc に対して、5滴入れて、混ぜて、で、くちゅくちゅしてペッてやって終わりっていうやつ。うん。で、ここに、裏に書いてあるんですけどね。これ 100ml でしょ？ 1 回だいたい5滴使うんで、相当持つらしい。うん。あ、ごめん、書いてなかった。うん。相当持つらしい。箱には書いてあったんですよ。300日から600日ぐらい持つって。300日から400日だから、1年近く持つっていい。非常にコスパがいいって、書かれてまして。だからこれはもう本当に相当、アマゾンのレビュー件数で、歯磨き粉と、これマウスウォッシュ、件数は俺1位です。300件以上の、1000件とかありますかね。1000件とか。レビューの、件数が1000件超えてるという、恐ろしい、やつ。で、俺も以前、リステリンっていうさ、有名なさ、線香、マウスウォッシュ、使ってたんですけど、あれね、とんでもなく辛いのよ。でね、一番辛いって言われてる、そのリステリンの中でも、一番最強っていうやつが、こういう黄色の色の、液体のオリジナルってやつなんですけど、あれがね、本当に辛くて、一回買って、1リッターぐらいのやつ売ってるんですよ。で、それ買ってね、使ったらね、本当にね、大変なことになる。恐ろしい。辛さ、刺激が半端ないんですね。多分、お子さん、子供にあれ使わせたら絶対泣くんですよ。号泣するレベルの、痛さ。で、慣れてくると、それが快感に変わってくるとか、ね、多分2チャンネルとか5チャンネルとかでは、ね、言われてると思うんですけど、あれはもう、もう使いたくないですね。だからなんとかいわゆる水で薄めて半分ぐらい水で薄めて使ってましたからね。あまりにも辛くて恐ろしいほど辛い。うん。まあ、ということでね、まあ全く関係ない話になりましたけど。もうそろそろ花咲きますよ。あと1週間ぐらいだな。桜が咲きますよ。
桜が。満開がね、見頃満開が、3月の30日ぐらい。あと10日ぐらいです。あと10日ですね。はい。3344です。ご視聴ありがとうございました。